関係者によりますと、札幌の岡玉空港と名古屋の小牧空港を結ぶ便は、1日2往復、所要時間は1時間40分から50分程度の見込みです。凍結などでジェット機の滑走距離が長くなる冬場は、岡玉空港の滑走路が使えないため、今月26日から秋までの期間限定運航になります。FDA の岡玉空港発着の定期便は、 長野県の松本空港、静岡県の富士山静岡空港に次ぐ3路線目で名古屋と結ぶ定期便の就航は初めてです。